主演範囲も揉めた。もうねハリソン・フォードとかね思いつかなかったらしいんだよ。でんでかっていうと原作の「アンドロイドは電気室の見るのか」の中に出てくるリック・デッカードってもう本当に小役人ほんと金のことばっかり考えてて <laughs> なんとかなんか本当の生きてる羊を飼いたい飼いたい飼いたいっていうそんなおっさんだったもんだから全然ねなんかそんな。 アフガイみたいなイメージななかった。なので最初にね脚本を送って交渉したのがダスティン・ホフマンだったんだでダスティン・ホフマンは当時「クレイマークレイマー」ーマーとかで大ヒットあの,あのいわゆるアカデミー賞役者だったからさ役選び放題だったんだよところがダスティン・ホフマンも THX1138 とか見てたんだよねなのでこれから SF 映画がいけるとで特に「スター・ウォーズ」が大ヒットして で、エイリアンの監督が自分を呼んでくれてるということで、あじゃあ俺もキャリアの中に SF 映が一流の SF a が入れようというふうなことですごい積極的になったんだけども、ダスティン・ホフマンは二つ条件出したんだ。一つは、まあ、ギャラ。とにかくギャラをちゃんとくれ。それも、えー、いわゆる、えー、制作費の中から出すんではなくて、最終的に映画が売れたときに、その中からパーセンテージをしてくれっていうふうに言ったんだ。これはね、ジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」やるときに、 俳優さんたちに興業収益からパーセンテージで払うという前例作っちゃったから、みんな s f 映画っていうのは一発当たったらパーセントでもらえるっていう風にな思っちゃったんだよね。なのでダスティン・ホフマンまずその金を要求した。もう一つはね、変な話なんだけども、当時ダスティン・ホフマンが冷凍睡眠にハマってたんだって。で、あのー。 ウォルトディズニーの死体が冷凍されてるっていうのを都市伝説の言ってるじゃん。あれ、あの、あのね、冷凍睡眠って、なんでそんなに未だに言ってるとか多いとかっていうと、実は一時期のハリウッドでめちゃくちゃ流行ったんだよ。で、ウォルトディズニーもやったからっていうのが、当時こそまことしやかに伝えられてて、で、えー、ウォルトディズニー、まだその子死んでなかったんだ。契約したからとか、本当に契約したんだよ。 でハリウッドのスターでも冷凍自分が死んだらとかもしくは不士の病になったら冷凍睡眠してっていうのを約束したり契約してる人がいっぱいいたんだよね。なのでダスティン・ホクマンはその映画は未来の世界だから冷凍睡眠を出せってことにすごくこだわってなんとか冷凍睡眠のシーンを入れろ入れろっていうふうにきつめ寄って本当に入ったんだよ。でそれが実はあのタイレル社っていうレプリカンドを作ってる会社あるじゃん。ああそこの社長いて、れれがロイ・バッティーに殺されるよね。 あの大作のククライマックスでで、あれ殺された後にロイ・バッティは「じゃあ本物に合わせてくれ」って言うと奥のドアを開けたら冷凍睡眠してるタイルル博士がいるっていうシーンがシナリオにあってコンテになって撮影寸前まで行ってたんですそれがなんでかっていうとダスティン・ホフマンがそれを入れろ入れろという風に言ってでリドリー・スコットも案外それ気に入ってたんだって。 <laughs> ということでですねシナリオにそのダスティン・ホフマンの意見だけは残ってんだけども結局ギャラとかで揉めてダスティン・ホフマンが降りちゃったと。でもうそれらね10月ぐらいなんだで1月撮影開始だからあと3か月ぐらいしかないと。でこれどうすればいいんだろう主演俳優まだ決まらないよと言ってたところにね リリドリー・ススコットのところに、ピルバークから電話があっったんだって。でもスピルバークがものすごいルンルン気分で電話かけてきて「めっちゃいい俳優見つけちゃったハリソン・フォードって知ってる?」って言って「知ってるけどあいつ『スター・ウォーズ』とかで出たなんかあんまりうまくないやつだろ」だから。 いや、俺、ロンドンでさ、今、新作映画撮ってんだよ。レイダース失われたアークっていう映画なんだけども、あ、ハリソン・フォードめっちゃいいよ。あいつ絶対これからね、大スターになるっていうふうに推薦するわけではないんだけども、なんかね、レイダース失われたアークの撮影があまりに楽しかったスピルワークが、無理やり電話してきて、リドリー・スコットに伝えたと。で、まあ、正確に言うと、リドリー・スコットの秘書に伝えて、で、それで、リドリー・スコットが電話かかってもらって、かわってもらって聞いたらしいんだけども、で、 よっしゃこれで主人公のなんかイメージ決まったと思ってでさっきみたいに絵描いてこんな感じの主人公をしようと思ってリドドスコットがロンドンまでで飛んんっったんだって。にで。ハリソン・フォードはロンドンのパインド・スタジオかなんかで、えー「レイダースを失われたアークの」のもう本当に衣装のままで待ってて「よー!」って出てきたんだけどそれを見てもうリドルスコッット大ショック。なんでかっていうといわゆる1 9 0 0年 40年代50年代のフィルム・ノワールっていう探偵ものをやろうとしてたんねブレードランナーで探偵ものの,あの探偵っていうのは全部えっ、ー、とねハンフリー・ボガードとかそうなんだけどもいわゆるヤマタカ帽みたいなやつをかぶってるわけだよなでこんな感じでかぶってたあと全く考えたあと同じ帽子をハリソン・ボードがかぶって出てきてあこれレイダースの衣装って言ったからリドリー・スコット あ、それれ使われたって思もうやけくそになって「じゃあもう髪の毛何でもいいよ短く切って」って言ったら本当に短く切っちゃって <laughs> ハリソン・フォードのこの髪型、短い髪型っていうのは当に偶然決まったんだよねその偶然っていうのは何かっていうとたまたまこれで撮ろうと思ってって会いに行ったハリソン・フォードが確かにうまい役者だからこいつって思ったんだけどもそのかぶってる帽子が全く同じだったというようなことでハリソン・フォードが割とこの。 なんだろうな最初はちょっと渋ってたんだけどもあのファンちゃんのねやっぱ脚本が良かったらしいんだよねファンちゃんの脚本がさっきも言ったあのなんだろうイメージがねすごい分かるしあと文学的なのでいわゆるアクション映画ばっかり出ていて自分の演技を見せる機会があんまりなかったハリソン・フォードとしてはあこれ出ようというふうな気になったと。思ったハリソン・フォードが、後の々の。その 監督リドリー・スコットと大喧嘩の原因にもなるんだけどさで次々とキャストが決まって81年の3月に、まあ、2か月遅れてようやっと撮影開始。